そういう人ですね。よろしくお願いします。今ご紹介にあたりました、メッセージ株式会社の清水と申します。本日台風の観測機器ということでお話をさせていただきたいと思います。私先ほど申した方のように大学の前に立ってしゃべるとかそういう機会があまりない人間ですので、ちょっと変なこと言うかもしれませんけど聞いていただきたいと思います。本日なんですけども、高層タイプの計測方法ということで、簡単になぜ、ロックゾンデを使わないといけないのかというか、の説明をしていきたいと思います。で、その台風における、観測の、制約であるとかそういうことを一度整理した上で、ロックゾンデと、その受信システムについて、どういった、経緯でどのように作られたかというあたりを、分かりやすくお話できたらなと考えています。最後に、このドロップゾンデ、先ほどの伊藤さんの発表でも、ドブラコのベストトラックと合わなかったという話がありますけども、じゃあ、直接観測といって、実際台風の目の中に入っているの精度がどれくらい信用できるのかというあたり、まだ確定的なことは言えない段階なんですけども、そこについてどういった観測的な難しさがあるかについて、お話しできればなと思っております。ちなみに、こちらの写真にあるのが、ドロップゾーンでなりまして、これは 3D CAD で作った内部の状態、この辺りについても後ほど話していきます。まず、最初に始める前にこちら、WMO ですね、世界気象機関のホームページに載っている絵になります。これは、グローバルオブザービングシステムということでタイトルついておりますけども、要するに今現在ですね、現状観測、特にこの日々の予報を出すというところにおきましては、さまざまな観測機器がそれぞれの、データを取ったものを、中央に集めてそれを統合し、数値計算をして、予報を出しております。それぞれの測器、長所短所得意不得意いろいろありまして、それぞれをいろんなものが、補完し合いながら、この今の天気予報というアウトプットを作っているということになります。例えば、よくご存知の、衛星であったり、がありますね。あとは航空機観測でも当然ありますし、地上には、測候所のようなものやアイマスのようなものがある。また、ウェザーレーダーであったりとか、船による観測も当然あります。海もあります。そういったのが全て、集められて、最後、数値計算ですね。NWS とかいろいろありますけども、数値計算に持ち込まれていくというのが、大まかな流れになります。でこの絵だと、いろいろあるねということしか分からないんですけども、得意不得意が分からないので、次の絵、こちらですね。こちらの方ですけども、気象庁さんのホームページに、平成24年数値、予報、研修テキストというのが載ってます。その中にあった、いろいろな、観測要素と、何が測れてというあたりがまとめた図がこれになります。こちらですね、直接観測と呼ばれるのがあります。具体的に直接観測という言葉よく聞くかもしれませんが、シンプルに言うと実際その場所に行って測っているもののことを直接観測と言います。で、例えばアメダスのようにフィールドの上にドンと置かれているもの、あれも立派な直接観測で、これは地上気象というカテゴリーになっています。あとは、そうですね、アメダスが地上、気象自動観測ですね。で、普通の測候所なのが地上観測カテゴリーになっています。あと船でやっている海上観測、飛行士による観測、あと高層観測というものがあったりします。それ と、地上では、リモートセンシング、皆さんよくご存知かと思いますけども、ウィンドプロファイラーや気象レーダーといったもの、こういったのが日本、いろんなところに設置されて、日々、データを取得しております。また、衛星ですね、静止衛星、低軌道衛星といったのが、ありますが、この中で今丸がバーッとついているのが直接観測においてダイレクトに温度なら温度、気圧なら気圧、湿度なら湿度というのを計測しているという意味で丸がついています。で、他のやつはこれ三角つけられておりますけども、これは例えば、ウィンドプロファイラーでしたらドップラー速度を測ってそれを風に直していくとか、直接的に測っていない、リモートセンシング、AS もそうなんですけど、直接は測っていないので何かの、電気信号なり、物理値を置き直して測っているという意味で、このように表現されています。で、この表もちょっと覚えていただきつつ、月のまた同じ資料の中にある、もので、どこを測れますかというところですね。直接観測で、地上観測は当然地表でしか測れません。船も地表でしか測れませんね。
で航空機観測は、まあ、これ書き方としては、空港の近くだけ、まあ、下の方は測りますけど他は、まあ、水平にするのでというふうにご用意させていただきます。でリモートセンシングとか、衛星もありますけども、リモートセンシングの場合やっぱり地上から測るので、まあ、仮想の方が、強め、一方で、まあ、衛星の場合は仮想まで測るのが難しいぞというのがといった情報になっております。このような中で、まあ、当然なんですが、まあこの直接観測の多くは地上や海上に設置されます。でもう一つ気圧ですね。先ほどお前に戻りますけども、気圧って実は直接観測でしか測れない物量になります。温度であるとか湿度とか、まあ、その他の要素というのはいろんなマイクロ波を使ったりとかGPS センサーを使ったりして測ることができるんですけども、この圧力というのだけはどうしてもリモートセンシングで直接的に、リモートセンシングで測ることができない物理量となっています。で、今、まあ、私どもの、例えば私の方ですね、このラジオゾンデとか、まあ、放送中観測の装置を、まあ、開発するのは、まあ、仕事ですので、別にそれを推しているわけではないんですけども、気圧、温度、風、風速、湿度ですね、を計測し、地表からこの成層圏をですね、先ほどの、まあ、ほぼ全ての気象要素を測って、かつ成層圏まで測れる。すごいじゃないかと思うんですけども、まあ、すごくない点もいっぱいあります。ただ、ここまでまとめていっぺんに測れるのは高層観測なんです。で、直接観測以外の観測の多くは、まあ、物理量を置き換えて算出していくと思います。で、リモートセンシングといったときに、まあ、仮想の方が多いので、まあ、成層圏になると、衛星の方が有効だなと思います。まあ、でこの構造観測はどんな観測かというところをちょっと次に説明していきたいと思います。で今この気象庁さんからいただいた表のテキストというのは、まあ、観測の Z 方向とあと物理量で、まあ、書いておりますけども、当然もう一つ重要なのは観測の間隔ですね。例えばリモートセンシングは、まあ、定量的に設置してまして連続的に測れるので観測の間隔が非常に短いとか、衛星ですと、まあ、その領域的ですね、面的に広く取れるといった強みがあります。ですので、まあ、無の観測が素晴らしいというわけではないんですが、まあ、これらの先ほど冒頭の WM ですね、あるように、こういったのがお互いの弱点を互換し合いながら、まあ、観測ネットワークというのが作られているのが、まあ、現状です。で、ここで、次に、高層観測とはということで、まあ、高層観測で、使用される測距はラジオゾンデと呼ばれておりまして、こちらの写真にあるように、風船につけて上空に飛ばすのが、主だったものになります。で、まあ、これちょっと、まあ、うちの作っているものですけども、まあ、簡単に言うと、温度計と湿度計がついていて、あとバッテリーがついて、あとこの電子回路のところに、まあ、風とか高度を測るための GPS であったり、まあ、継続回路や電源回路や送信回路でアンテナがついている。で、これ、どういうデータが取れるかといいますと、まあ、こちらの下が温度軸で、上が湿度軸で、高さが軸になってますけども、まあ、温度と湿度のプロファイルを取ったり、同時に、まあ、風の、まあ、およそ 30km ですね、の高さまでのプロファイルを得ることができる機械となっています。で、これ今、世界中で使われてるんですけど、まあ、平均して1日2回しか、飛ばしてません。00UTC と 12UTC。で、主に陸から飛ばすので、まあ、海上ではあまり観測がされていない。でまあ、日本は割と観測で多い地域なんですけども、まあ、これ世界中のところで1日2回しか観測しない、まあ、そこが逆に弱点でありまして、衛星とかリモートセンシングがそういった間の時間を埋めて、まあ、観測してくれることで、まあ、観測ネットワークとしては成立しています。で今こちらの赤丸と、黒丸地図にありますけども、 WMO は世界で800カ所ほど観測所設置してるんですけども、そのうちおよそ、まあ、200カ所ぐらい今予算がなくて観測していないという状態で、まあ、やっぱりそういったこれ人の手で飛ばしてますので日々お金がかかるといったような問題も抱えています。で、もうちょっと踏み込んで説明していきますけども、でこのラジオゾンデなんですけども、まあ、現状で使うこの高速観測では、添付法というデータフォームがあります。これは、まあ、速攻上から飛ばすラジオゾンデのデータに付けられるフォーマットになってまして、これが、まあ数値計算の方のデータの流れになります。でもう一つが、添付シップという船から上げる観測、まあ、こういう定義もあります。これの場合は座標が決まりませんので電報の中に、まあ、座標が入るようになっております。で同じくこういった添付モバイルとなりまして、最後もう一つ添付ドロップという
まあ、近くの観測所が、まあ、指定されてまして、データを GPS に出すことができるようになっています。で、何が違うかというと、上の3つは風船って言って飛ばすので低アデになりますが、このドロップゾンデという、これはエヌカが作っているゾンデになりますけども、こういった感じで飛行機からポイッと設定を測るという方法になっております。それで、まあ、今主に、どういった観測ネットワークがあるかということと、あと構造観測の種類4つ説明しましたけども、ここからですね、じゃあ台風で測る場合どうなっていくんだろうということを考えていきたいと思います。まず、こちらの写真ですけども、これ先ほど、昨年観測した台風ランを国際宇宙ステーションから撮られた写真になります。まあ、非常に綺麗な写真になりますね。で、これちょうど10月、21日、航空機観測を行っているんですけども、大体この辺りですね、に台風がいたことになります。で、見ていただくと、まあ、台風というのは一般的にですね、フィリピン海などの、まあ、太平洋上で発生して、でその後発達しながら北西に進むという特徴があります。ですので、実は地上観測が行うことが極めて困難な海上である。しかも、意外とこの辺り島がなくてですね、島に観測機器を置くことができないということもあります。なお、この写真、そのちょうど航空機観測をやった時に撮ったんですけど、こうやってここ拡大すると見えません。実際は見えません。これは航空機観測のイメージで書いてあるんです。はい。で、まあ、非常に、まあ、台風の水から見たら航空機が小さくて、やっぱりどこ探しても映ってないんですけど、で、今、痛かったのかというと、海上というところがありますので、先ほどの表で立ち返り戻っていただきますと、ここに地上があったんですが、地上の観測使えませんねと、あと地上用のセンシング、当然ないので置けませんねとなります。そうすると、直接観測っていうふうに考えると、海上での観測か、航空機の観測か、で、この高層観測も地上から飛ばせないので、船か飛行機からしかなくなってきますよねと思います。じゃあ次に、じゃあその残りでできるのかというのを考えるんですけども、次にもう一つ、台風の時、海はどうなっているでしょうかということがあります。まあ、皆さんこれ、まあ、よくご存じだと思いますけども、海上での観測手法としては、まあ、船舶による観測か、あとはブイを仕掛けておくという、まあ、方法があります。で、こちらの図ですね、これは気象庁が発表して見える、10月21日の台風ランが来た時の海上の、波高の高さのデータになります。まあ、中心付近を見ていただくと10メートルとなります。ですから船舶による観測として考えた場合、この10メートル近い、波の中を船で行けと言われたら、まあ、僕は絶対乗りませんけども、これ勝手なイメージですけども、なんか こんな感じの海の中を船でよっこらよっこら中心まで行けと言われたら、まあ絶対嫌だなと。まあかつ船というのは移動速度がまあ大体30キロから50キロとか遅く、特にこう湿気だけはさらにスピードがなくなります。で、台風の方がよっぽど移動速度が速いので、まあ頑張っても目に入るまで行けないかもしれないという問題があります。で、次に V というのはところどころ点在するんですけども、まあ都合よく、台風の中心の中に入ってくれるということは、まあ、極めて可能性としては低いので、まあ、その台風を対立とした観測手法として考えるとちょっと厳しいのかということで、ここにあった海上が消えてしまって、ここも、高層観測も、まあ、海上と、まあ、地上からはできないですね。そうすると結局、航空機から、ドロップゾンデを落とすという方法でしか、まあ、台風の中で、まあ、機動力を持ち帰って狙ったところで有効的な観測ということを考えると、まあ、答えがないなというふうになっていくのが分かるかと思います。それでは、じゃあ台風を、観測するにはどうしたらいいか、まあ、大雑把に分けて2つの方法が思いつきます。1つは台風の中を突っ切ってしまう、まあ、こういう観測ですね。まあ、実際、まあ、そういう方法ができないかと思います。もう一つは、台風の上を飛んで観測したらどうか、まあ、まあ、ここよりは多分マシだなという感じが皆さん直感的に持たれるのではないかと思います。それで、この台風の中を、まあ、通って観測するにはということで、まあ、本日は報道の中澤先生の説明でもありましたけども、このアメリカには第53飛行隊というのがありまして、まあ、この C-130 を証拠に改造した WC-130 というんですけども、それを使った、台風観測の部隊があります。ただ、これかなり特殊な飛行機で、日本の自衛隊も当然同じようなのを持っているんですが、全然違いらしくて、
日本にはこの飛行機ありませんので、日本でこういった、貫通飛行ですね、飛行台風の中に入って観測するということが実施可能な航空機というのは、まあ、存在しないというのが実情です。で、この台風観測どのようにやっているかというと、こちらですね、まあ、ドロップゾンデとあと前と横と後ろに、ドップラーレーダーがついています。その航空機を使ってこう台風をこう中に、まあ、中心ですね、高度がだいたい500メートルぐらいとか高くても3000メートルぐらいの高さをビャーッと飛んでいって台風の手でキュッと回ってまた目に入って帰ると、まあ、こんな観測が出ます。その間に、まあ、ドロップゾンデを、まあ、大量に落として観測するとなっています。昨年ですね、アメリカの方でドロップゾンデの研究集会があってこの、まあ、53飛行台で実際に観測している方に、まあ、お会いして話を聞いてやっぱり揺れるんですかと聞いたらちょっとねって言ってたんですけどその後他の研究者に聞いたら、まあ、あいつらクレイジーだから信用すんなよってなったんですよ。多分、すごい揺れると思います。で、7時間、8時間近く台風の中に続けるのでちょっとこれはかなりヘビーな気持ちなんじゃないかなと思います。で、じゃあどれぐらいやってるか、ですね、これ、まあ、ここ2年間の資料をちょっと見せていただいたので再掲させていただきますけども、例えば2017年、昨年度はこのトロピカルと書いてるのがいわゆる、トロピカルサイクロンでして台風というか、まあちらではハリケーンですけども、745の、トロップゾンデを落としています。あと冬のウィンターストームですね、それで38個、あとトレーニングでこの量として、年間963個としています。これはあの米軍だけの使用数で、それ以外に、NASA であったり NOAA であったり NCA が個別に観測となってますので、この 2,3 倍の数を、まあ、こういった気象現象に投下しているというのを教えてもらいました。はい。で、まあ、こういった観測は日本にそもそも航空機がないので次の戦略として、これですね、上を通過しましょうということです。で、台風の上を飛べる飛行機というのを、まあ、考えている上で、まあ、最低でも高度13キロ程度まで上がれる飛行機が必要ですねとなっています。あとは今回飛行機を坪井先生が買ったわけなんで買われているので貸してくれるところを探す必要があります。で、科学調査の機構を受け取ってくれる会社があるかということで、まあ、答えとしてはガルプソン2を持っているダイヤモンドエアサービス社が、まあ、条件にあるということで、まあ、この航空機を使って、観測を台風を観測しようということになりました。で、まあ、機体の性能っていう、実は機体の性能からもいろいろ制約を観測されています。で、これ速度が、まあ、巡航速度で778キロ、まあ、800キロ近くっています。で、あとは航続距離が、6600キロほど。で、あと巡航高度ですね、13,700メートルぐらいまで上がることができる。で、この飛行機から落とすということを考えたときに、かつ台風の上を飛ぶという条件が入ってくると、高い高度を飛ぶと飛行機は速度を出さないといけないという特性があるので、時速は800キロから、まあ、簡単に言うと対地速度ゼロのところに物を捨てなきゃいけない。だからこれ800キロから一気に 0km まで減速するのに耐えるドロップゾンデが必要ですねと。また、これ800キロで飛ぶと、電波が200キロぐらいしか、200キロメートルぐらいしかのテレメトリーが、まあ、有効に働かないので、まあ、15分ぐらいで着水するように設定する必要がありますということが見えてきます。さらに、まあ、航空機、これは速度は直接的に関係ありませんが、結局6000キロぐらい飛ぶ飛行機だと行って帰って4000キロで台風の目の中をうろうろしますので、まあ、大体空港から2000キロ圏内に入ってこないと、まあ、観測できないということがあります。ですからこの航空機観測において例えばより遠くまでとかより高く飛ぶ、そういった航空機が用意されるということは、まあ、観測の機械であったり、プランの自由度を見ますので非常に重要なファクターといえます。で、この先ほど800キロから落とすという話がありましたけども、800キロメートルから時速800キロから物を捨てるとどうなるかということなんですが、まあ、こういった写真を撮った2枚飛行機2機飛ばさなきゃいけないので我々は撮ったんですけども、ドイツのチームが、まあ、出してくれた資料をちょっとご紹介したいと思います。まあ、彼らも今ドロップゾンデを開発しているようなんですけども、こちらの例えばこの2枚についてですけども、投下した後にパラシュートが開いてるんですが、その後パラシュートがプッツンと切れてしまってるんですね、ここで。で、この後本体だけ真っ逆さまに落ちてってということで、まあ、失敗したと。あと、こちらの二次例はですね、出した後にバラバラに分解したと。
ですから、まあ、高度12度とか13点になると、まあ、0.8 になるんですけども、780世界で、透過する、もうこの射出の難易度が飛躍的に高くなります。アメリカの方で話したときでも、やっぱりこのハイスピードランチという単語で、これは個別に切り分けていて、やはり一番難易度が高くて、透過しても全部が全部うまくデータが取れないという問題を抱えているということを、まあ、教えていただきました。で、じゃあどうしようかということなんですけども、今回、2年前から、T-PACS、坪先生のプロジェクトで一緒にお仕事させていただいているんですけども、まず簡単に、こう、なんですね、大量観測するから作ってと。ただ、まあ、いろいろ条件を聞くと、高度 13.2 速になってやってるので、落としますよと。台風の予想いますよ。で、電波が、受かりにくくなる前に200度、離れるので、まあ、それまでやる必要があるというのと、あと、まあ、過去にも日本でその N 間のドロップゾーンで落とした経験があったり、また N 間の人たちにいろいろ聞いたんですけども、パラシュートがよく壊れて失敗するんだよねと知れって言うんですけども、まあ、そういう問題があるのかと。で、パラシュートというのも調べてみると、まあ、N 間の方が、まあ、特許を持っていて同じのは使えないなと。で、じゃあ自分たちで開発するよりもこの800キロで落として大丈夫なパラシュートでどうやって開発したらいいかわからない、かつですね、開発費をなるべく低く抑えたいというPI からの強い要望でどうしようかなと考えられました。で、まあ、いっぱい実験させてくれればいいんですけども、まあ、その後聞かせた条件は、まあ、試験以降は1日だけ、あとは本番とですので、作って1回テストしたらもう本番できますよという、まあ、とても厳しい条件が設けられているので、じゃあ、まあ、まあ、それは負けなとなっては笑い話なんですけども、まあ、その中で我々考えたのは、まあ、開発して評価を受けますので、パラシュートを使うのでやめましょうと考えました。パラシュートの開発だっても、非常にノウハウがある世界ですので、そこを避けようと。あとは、まあ、開発した開発項目を減らすために、まあ、今あるラジオゾンデと同じセンサーや送信機、受信システムを使用と。まあ、するということで、プロジェクト開始、初年度ですね、1年間で、システムの開発を、まあ、行うことができました。まあ、作ったものについてはこれからちょっとお話しますけども、ちなみに、これですね、先ほど言った1回だけの試験観測の日です。なんかよくわからないんですけど、マスコミが6社、7社っていて、もうこれ、これから行きますってところやったんですけど、失敗して帰ってきたらどうなるんだろうって。マスコミがわらわら待ってる中で、こう、試験観測を、まあ、やりまして、まあ、非常に、実は私、この飛行機に乗らなくて、別のところに逃げてたんですけども、うちの会社のスタッフで、これに乗ったものはかなり手が震えてたときに、で、じゃあ、どういったドロップゾーンで作ったかって、まあ、ちょっと、まあ、簡単に行動から説明しておきます。まあ、中に電子基板、これ緑色の電子基板ですけども、まあ、プリント基板ですね。そこに、電電送信機、ケースボールなどを作りまして、GPS アンテナと GPS モジュールと気圧計がついていて、リチウム電池が搭載されていて、まあ、スイッチとか、まあ、通信、ですね、インターフェースがついているんですけども、あと、ここに温度計とセンサーがついています。まあ、これを、まあ、発泡シールのケースがこのように包みまして、さらに、頭にですね、まあ、ノーズの部分の部品を乗せたものが、なります。まあ、特徴としましては、まあ、ここに計測範囲と書いてますけども、総重量が、110g ですね、しかないんですけども、この重りの最後に見せたこの部分だけで 55g あります。ですので、これどういうことかというと、かなり頭の重たいように設定しています。で、なぜこのように設定したというのは、設定したというかというのは、この後説明します。でセンサーは先ほど言ったようにこの中に入っておりますので、実は皆さんこっち向きに飛ぶんじゃないのかなってよく思われる方がいるんですけども、こちらを下にして落ちていきます。で、まあ、実際どういうものかというとこれぐらいのサイズのものでして、まあ、これはほぼ、まあ、モックアップですので実物になります。こちら側にですねセンサーがついてまして、まあ、こういった形で落ちていると。で、まあ、どっからどう見てもなんか爆弾っぽいんですけども、ちなみにこれを持ってアメリカの学会にスーツケースに入れて行ったんですけど、空港でやっぱり止められました。なんだこれはと言われて、ドロップゾーンでですって言ったら、持って顔されて、知らないんですね、やっぱり、ね、空港のスタッフですね。で、その後にハリケーンハンターが使うやつだよって言ったら、あれねと
行ってそのすぐ通してくれたので、まあ、やっぱりそういえばアメリカにおける航空機関数が出てるあの舞台の知名度とか社会貢献度っていうのは広く理解されているんだなっていうのを実感しました、はい。で、この形状になった理由なんですけども、まあ、どうやって落下中に姿勢を安定させるかと、あとある程度速度を落とす必要があるんで、どうやって速度を落とすかということが問題になります。まず姿勢の安定なんですけども、こちらの、グレーの部分が非常に重たい 55g の部分で、残りがまた 55g なんですけども、重心がこの辺りに来る設定になっています。ですので、まあ、荷重としては重力としてはこの上に来るんですけども、空気を受けた場合の空力の中心というのはこの位置に来ます。ですので、まあ、平行に荷重を受けた場合、こういった向きで力がかかります。ですので、重心と空気中心がずれていることにより、まあ、センサーですね、こちら側を下にして向けようとする回転力が発生して、それで常にこの姿勢を維持するという、まあ、設定になっております。で、次にどうやって落下速度を、決めたかということなんですけども、まあ、終端速度というのは、まあ、この式で表されまして、まあ、単純に空気抵抗と、まあ、落下する重力の力ですね、それが釣り合ったところが終端速度になります。で、今回この体積は割とあるんですけども、重さは 110g と作って、まあ、結構密度が低いので、計算上ですけども、まあ、12.5m ぐらいになるというふうに、まあ、計算できました。だからこれはこの時は直径 70mm のボールをでこの密度のものを落とすと 12.5m になるということなんですけども、実際の観測も 12m 前後で、終端速度となったので、意外と、まあ、理論計算と設計と実証があったということで、まあ、うまくいきました。では次に、ここまでが、玉の方の説明になりますけども、次に受信システムの説明をしたいと思います。ですね、こちらガルフストリーム2の機構で使いますけども、射出機は1機で、独立して、2チャンネルの受信機が2台になります。これ、2チャンネルの受信機を2台入れた理由は、仮に片側が、航空機観測中で壊れても、観測は継続できるようにという意図があります。やはり一度のフライト費が非常に高いので、観測機会を逃さないという設計になっています。で、4チャンネル同時受信が可能で、まあ、最短で30秒間隔で打つことができると。で、まあ、10日前にドロップゾンデを、まあ、自動で検査するとか、ソフトアタッチパネルで、操作できるといったところがあります。ちょっと時間が押しているので、早めに行きます。まあ、これはシステム系統ですけども、まあ、割愛しましょう。で、機内の様子ですね。機内の様子は、全部でこういうふうになっておりまして、パイロット2人、でここにオペレーターが、2人座りますね。で、ここからカメラ撮ってますけども、あとは、まあ、指揮する人と、あと落とす人ですね。こんだけの人数が必要で、まあ、3席空いてますので、まあ、いろんな方が乗れるのかなと思います。で、次にですね、じゃあ、このような装置を作って観測を行ったんですけども、じゃあ、これどれぐらい正しいのかということが非常に重要になります。で、観測に先立ってですね、テスト観測、1回こっちのテスト観測ですけども、やりました。で、これ、輪島の、下側の空気を仮にして、投下試験を、まあ、このようなフライト型で実施しました。で、まず気圧について見ていきたいと思うんですけども、この低いのは、まあ、ここが1800、ここが1200ですね、大体1010から900ぐらいの、まあ、海上の気圧だったと。で、まあ、このスケールだったら、まあ、ほぼほぼ一応の気圧だろうと考えられる条件で起こしました。その時の気圧なんですけども、こちらが輪島の地層測候所ですね、で取った地上地層の値の海面気圧になりまして、大体1009.5から、まあ、1008.9、まあ、1009ヘクト台の前半で、推移してました。で、この間に、この1時間の間に洋上で落としたんですけども、こちらがその時の気圧になります。で、気圧を見ていただきますと 1006.2 とか 1007.9 とか、こちらの気圧より低く出ています。で、まあ、設定上ドロップゾンデの気圧計は、観測データプラマ1ヘクトパスカルまで、まあ、精度を上げると。で、まあ、投下地点と、輪島の速度は最大で200キロ離れている時もあったんですけども、まあ、天地図から考えると、まあ、ほとんど一応じゃないのかなと。まあ、少なくともプラマ1には入るんじゃないのかなと考えられます。で、ただ、常に、投下したドロップゾンデの方が低い気圧になる。では、これなぜ最終気圧は低くなるのかということなんですけども、こちらがですね、まあ、最後のデータとしますけども、ドロップゾーンというのは落下中に、こちら D と書いてあるんです、S と書いてあるんですけども、データを計測したら、その次の秒に1秒サイクルで送ります。で、送っているときに計測を裏でやって、次の秒で送るという流れになります。で、
まずケース1としてこの赤字で囲った S1 っていうデータを無事送信し終えてからちょこっと水に入って死んだ場合ですけども S1 っていうのが最後のデータになります。その時というのは実はこの S1 に踏まえているデータはこちらの高さで計測しますのでこの P1 ですね、この辺りで測るんですけども大体12から18メートルの間で測ったデータが最終気圧としてこの着水直前に送られている。で単純に1ヘクトパスカル 8.2 メートルとすると、まあ、1.5 から 2.2 ヘクトパスカル程度を海面よりも上の場所の気圧を最終データとして送られている。で、まあ、ケース2として例えばこの S1 を送っている最中に死んでしまってこのパテットが届かなかった場合最後に計測できた気圧はこの S2 になります。その時測った気圧はこの P2 というところにあるので、まあ単純に言うとこの P2 が測られたのは24から30メートルぐらいの高さですね。と単純に考えますと、まあ、2.9 から 3.9 7ヘクトパスカル高い場所の気圧が最終値として取られている。ですので海面気圧というのは、まあ、最終的に選最後に選んだデータに、まあ、この気圧ぐらいを足し込んであとプラマイチヘクトぐらいのセンサーのものがあるかなといったあたりが、まあ、実際の、計測値になりますので、まあ、実際の計測よりは若干低めに出るという特性があっております、まあ、こういうことを、しっかり理解しながらデータを取り扱わないと、まあ、特に今回台風の中心気圧というのを追い込む中では問題ないことがあるかなと思って今この辺は丁寧に見ています。次にじゃあです、ね、先ほど輪島とで飛ばした時のドロップゾーンのデータですね。青が普通の台風ゾーンで地上から飛ばしたデータで赤がドロップゾーンのデータになります。でこれはですね実は10時半に普通のゾーンで飛ばして12時に公開していますので1時間半と50キロメートルぐらい場所の違いがこの事例ですとあります。で、まあ、温度を見ると大体あってそうなんですけども300ヘクトパスカルより上のあたりで若干ドロップゾーンの高くなる傾向が見える。まあ、湿度は、空間帯としてもそれほど高くないパラメータですのでちょっとこのデータからどっちが正しいとかっていうのは言いにくいんですが、まあ、こういったあたりの行動を見ると、まあ、それなりに測れてるのかなっていう、まあ、解釈になっています。でこの温度のズレなんですけどもなぜ起こったのかっていうのもその後ですね、まあ、検証したんですけどもこれは本観測の時に混ぜてちょっと落としてみたデータなんですけども、温度センサーが、大きいので時点数が大きいのでずれたのではないかと仮定しまして、温度センサーの小さいドロップゾンデと大きいドロップゾンデ2つ用意して同時に落としてみました。そうするとあの小さい温度センサーを使った場合の方が、まあ、より早く大気に馴染んでいく様子が取れたので、まあ、先ほどのズレというのは、まあ、こういったあの時点数の遅いセンサーを使ってしまったために発生したと考えています。で実はこの統括で特に、まあ、統括というか移動しながら測る計測において一般的にですけども時点数という問題が非常に重要になっています。例えばこの風の場合ですけども本来、これ赤線が風のプロファイルの真値だとした場合このようにドロップゾーンで動いてほしいんですが ですけども実際ドロップゾーンというのは落下速度を持ってますので、慣性を持ってまして風が変わっても自分の下に向かう力でしばらく馴染まないということが予想されます。ですのでこうやって落ちるだろうということが考えられます。これもドロップゾーンで本体が横風を受けた場合にどれぐらいの時間で風に馴染めるかということをしっかり把握しながらデータを取り扱う必要があります。で、まとめますと気圧は時点数ないんですけども温度は時点数があって湿度も時点数があって高度も時点数があって風も時点数があります。ですので、対策としては時点数の小さい、まあ、手法を使うか補正するかしかないということがあります。こちらのですけどもこれはあの手上げの普通の外装ゾンデの事例なんですけども、ミノシビッチという方が考案されたあの時点数と真値が分かっていれば補正できるでしょうということでこの黒線が観測値で、青っぽいのが、基準と言われている、まあ、基準効果の測定を測った値なんですけどもセンサーの特性をしっかり理解して、こういった時点数を補正していればこういったようなプロファイルを再現することができますといった論文になります。まあ、こういった手法もこのドロップゾンデの中に取り込んでいく必要がありますがそのためにやはりあのドロップゾンデのセンサーもしくは落下速度を持った中でどれぐらい 風になじみやすいかということを、まあ、正しく把握して、まあ、答えが真値が分かっている環境で評価していく必要があるということがあります。では、最後まとめたいと思います。まあ、TPAC2 で使用する、ドロップゾンデシステムを開発しまして、まあ
まあ、とりあえず今のところうまくいきます。ただ精度に関しては、今後ですね、しっかりした検証を行う必要があるということになっております。最後1名になりますけども、アメリカの方ですね、同じように、まあ、あるんですが、これはあのグローバル航空で無人航空機にいっぱい搭載入って勝手にドロップゾーンでが遠くないというシステム、お金がかかっていると思いますが持ってます。あとは先ほど言ったあの53地上飛行台の方は航空機なんかシューターを使って落としていきます。またあとアメリカの方なんですけども、こういったあの C-130 や B-3C といったですね、下の方を抱える飛行機、まあ、中層の方を抱える飛行機、あとはグループの無人偵察機のような20分、30分近い高度から観測できる、こういった、まあ、航空機を織り交ぜて、観測していますが、まあ、我々でもやっているのはこの、ここの領域ですね、をまず始めていきます。以上になります。はい、日本にもですね、このように非常に素晴らしい技術が今できてきているというところを話していただいたと思います。今日の話にはなかったですけれども、温度センサーについてですね、目線で非常に高精度のものを開発されてまして、昨年度 の、 日本気象学会 の、 願望賞を、受賞されております。それではこれを機会にです。ですね、もしご質問等ありましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですかね。すみません、おそらく GPS、まあ、GPS というか GNSS かもしれませんが、信号受信して位置と把握していると思うんですが、機内にあると信号受信できないと思うんですけれども、まあ、いきなり機外に出ると、ロスすることが多いと思いますが、そこは何か工夫されたんでしょうか。あ、はい、まあ、この説明の中でも、ありましたこの、でですね、こちらの写真でこういったところにドロップゾーンで2個あるんですけども、この中での、機内にもともと GPS って他の方法の中にも引き込んであって、それを分岐させてもらっていて、ここで機内で、まあ、他の機に影響を与えられるの非常に弱いレベルなんですけども、ドロップゾーンでにあらかじめ GPS の情報を十分与えておいて、この後集団に入る20秒ほどですね、大体ロストしますが、まあ、ここで1回即位したものを購入しますので、放課後大体まあ1分はかからないぐらいで採測して、検索を始めることになります。ありがとうございました。そういった工夫をしていただいてですね、打率がほぼ10割に近いものになっています。まあ、お金があってですね、もう少しお金を使ってですね、こういうのを開発するのは非常にいいんですけれども、まあ、お金がなくても作ってくれると素晴らしいところですね。そこはやっぱり修理さんの素晴らしいところかなと思います。他に、じゃあ、吉田さん、すみません、これを試験するのに航空機を何回も使うわけにはいかないと思うんですけど、発射試験みたいなものはどういうものを想定しているんですか。まあ、落下試験と言いますと、実際に落としてみて試験をするっていうのがどうか、他の航空機を使わないという一つの方法としては、まあ、普通の風船にセット飛ばして切り離すということで、落下地点のデータ取得というのは確認するんですけども、やはり今回一度も実践までできなかったのが、航空機の800キロの環境から射出するというのは予備実験を地上で一切できなかったので、まあ、ここがまあ非常に苦労したんですけども、今後はですね、やっぱりまあ、例えば坪木さんのプロジェクトの中でしたら、観測地に行くまでのフェリーフライトといって、例えば小松空港から沖縄まで行って、まず行って次沖縄から観測行くんですけど、その途中のフライト中に試験的に何個か落とすとか、そういうことで、まあ、品質の向上を図っていきたいと思います。はい、じゃあ、ありがとうございます。面白い話ありがとうございます。ラジオゾンデの上昇速度と僕はドロップゾンデの落下速度ってどれくらい違うんでしょうか。そうですね、ラジオゾンデは飛球で
上がってるんですけども、あの速度が浮力が上空にとも一定なので、大体5メートルから6メートルぐらいで一定の速度で上がってきます。一方ドロップゾンデというのはパラシュートを使っても今回の我々の航空にしても空気抵抗に連続するので、大気ミストが増える上空だと20メートルから25メートルぐらい、まあ、落とす高度によってありますけども、ミストが薄い上空内部になると早く落ちますし、まあ、地表付近になってきますと、まあ、先ほど説明があった通りですけども12、3メートルぐらいまで減速する。ですので、まあ、普通の映像での2倍から3倍ぐらいの感じで、はい、それではどうも清水さんありがとうございました。それでは、まあ